皆さんこんにちは、はるです。私は今アルゼンチンのブエノスアイレスに来ております。今回は久しぶりに南米日本食シリーズを撮っていこうと思います。最近日本食シリーズが撮れてなくって、ペルーとボリビアではちょっと撮影できそうな日本食料理店がなくって、今回アルゼンチンのブエノスアイレスで久しぶりに日本食シリーズ撮っていこうと思います。今回も2店舗回る予定ですので、日本の真反対の南米の日本食料理どんな感じなのか検証していこうと思います。ぜひゆっくり楽しんでいってください。それではレッツゴー。では最初のお店はこちらです。ダダン、日本語の旗がある。ということで、まず1店舗目はこちらの鶏鶏焼き鳥に行ってみようと思います。すごい、入り口でワンちゃんが焼き鳥を食べてます。オラー。おー、すごいカウンターがある。ではメニューこちらでございます。セットメニューもあるんですけど、今回はせっかくなんで一口ずつ頼もうと思います。胸肉も梅、わさび、柚子胡椒があって、手羽、つくね、ぼんじりもあるんや。肝もある。軟骨、うずらがありますね。しかも1本だいたい200円ぐらい、結構安いぞ。あと他の焼き鳥は豚肉とかマッシュルーム、コーン、ズッキーニ、サーモンがあります。サラダももやしとかごま和えとかもだいたい260円ぐらい、安いな。サイドも冷ややっこ、味噌汁、ご飯、枝豆とおにぎりが結構ありますね。うわー、この焼きおにぎりとか絶対美味しいやん。これ食べよう。あとデザートがあったりとか、飲み物はアルゼンチンビール、ジャパニーズビールもありますね。私はこの梅酒があるのでこれを頼もうと思います。では梅酒がやってきました。まさかのショット、すごい背景から日本を感じる。ではでは、久しぶりの梅酒ですよ。ちゃんとキンキンに冷えてる。ではいただきます。乾杯。おいしい。ここがジーンってする。この梅酒だろう。おいしい。あ、この久しぶりの梅干しの酸っぱさが嬉しい。普段居酒屋で梅酒とか頼むと、こうソーダ割りとかお湯割りとか頼むじゃないですか。私初めて現役で飲んだかもしれないんですけど、美味しいですね。アルゼンチンで梅酒ストレートの美味しさに気づきました。皆さん見てください、久しぶりに見た七味唐辛子と山椒。嬉しくて手が震えますよ。いやー、 S&B にアルゼンチンで出会えるなんて嬉しすぎる。ではいろいろやってきました。こちら出前がネギマとつくね、そして豚味噌おにぎり、もやしのサラダ、そしてお味噌汁です。嬉しい。ではいただきます。ちょっとお味噌汁からいきましょうか。具材は豆腐とわかめのシンプルなお味噌汁です。お、貝出汁の味がします。もうなんかすごいこの辺りからアサリの香りがするんですよ。もう入ってないけど。しみる。ちゃんと出汁の味がしっかりしてるお味噌汁、めっちゃ美味しい。ではもやし。ピリ辛、さっぱりポン酢風味、夏にもりもり食べたい味です。美味しい。うわ、落ち着く味。なんか、あ、ありがとうございます。すごい肝がやってきました。めっちゃツヤツヤで綺麗。ではネギマからいきます。柔らこ、めっちゃ美味しい。びっくりするくらい鶏肉が柔らかい。
美味しくて七味とか柚子胡椒つけるの忘れとった。では肉味噌おにぎり。うん、結構食べやすいサイズなんで、あの3口ぐらいで食べれちゃいそう。ではつくね。うん、どっちもふわふわで美味しい。外側がカリカリしてるのもいい。やばい、最高。焼き鳥めっちゃ美味しい。ではレバー。うん、レバーも濃厚で柔らかくて美味しい。では念願の七味と柚子胡椒。この半年日本の焼き鳥屋さん行きたかった欲が、あの今日で解消されました。まさかアルゼンチンでこんなガチで日本の焼き鳥が食べれるとは思わなかった。続きまして、胸肉の梅肉のせと豚味噌串、そして焼きおにぎりがやってきました。では胸肉から。はい、梅肉。日本人の私もびっくりな量の梅肉が乗っとる。アルゼンチンの方はびっくりしないかな。なんでこんな鶏肉柔らかいんだろう。塩麹とかにつけとるんかな。豚肉の味噌タレ串、日本になかなかないですよね。なんか不思議な感じだ。ちょっと豚肉がレバーっぽい。味噌も味噌でちょっと名古屋チックな、こう濃い重ための味噌の味がする。ではこの焼きおにぎりもいってみましょう。焼きおにぎりいつぶりだろうか。どんな味のソースなんだろう。ではでは。パリパリ、あの醤油系の辛い味付けかなと思ったら甘だれでした。まさかの焼きおにぎり甘だれなんや。個人的にはあの醤油のしょっぱ香ばしい焼きおにぎりの方が好きかも。ではせっかくなのでこの抹茶フランをデザートに食べようと思います。やばい、プルプルでめっちゃ美味しそうなのがやってきました。スイーツまで食べれるのは久しぶりだわ。おー、すっごい。プリンみたいな感じ。めっちゃ美味しい、これ。すごいな。あの、まずびっくりしたのが、あの、本物の抹茶の味がしてびっくりした。あの、海外の甘い抹茶じゃなくって、京都の抹茶。京都のお抹茶の味がする。この白いプルプルは牛乳プリンみたいな感じで美味しい。やばー。超滑らか。これだけでも5個ぐらいは食べれると思う。この抹茶のソース、練乳が入ってるんかな？苦味があるちゃんとした抹茶なんですけど、濃厚な甘さもあるんですよ。多分練乳だと思う。まあ、なんじゃこりゃ。では大事にちょっとゆっくりいただこうと思います。ではごちそうさまでした。もうアルゼンチンの焼き鳥屋さんレベル高すぎてびっくりしました。なかなかこの日本のアットホームさというか居酒屋感があるお店ってないんですけど、インスタグラム見てたらここのオーナーさんなんとね、やっぱり日本人の方だったんですよ。こういうあの日本の魂が受け継がれてる焼き鳥だったので、まさか日本の反対のこのアルゼンチンでもうこれだけ日本を感じる焼き鳥屋さんがあって、あのすごく嬉しかったです。で、まあ、お会計したんですが 10% のチップが込み込みで3500円でした。では次の店舗へ切り替え。
はい、ということで次の日になりました。昨日行った焼き鳥屋さんこちらで、その隣の隣こちらなんとですね、アルゼンチンたい焼き屋さんがあるんですよ。ということで今日はたい焼きを食べようと思います。実は今から次の国に行く飛行機に乗るので、ちょっと時間がなくって、サクッと買って空港でゆっくり食べようと思います。では行ってきます。では行ってみましょう。あ、甘い、いい香りがする。中ではコーヒーも飲めたりするみたい。ちゃんとメニュー表も日本語で書かれてる。ありがたい近所の折り紙があります。あとこの壁紙めっちゃ可愛くないですか。道頓堀って書いてる。ラーメン、ちゃんぽん、マサル、仲間ケンジ。机も面白い。トイレ、うわ凝ってるな。メモ書きがいっぱいある。すごいな、みんな絵描いてるけど、うまっ。すごいね、やっぱ日本好きな方とか、あの漫画好きな方とかいっぱい来てるんだろうな。だってたい焼きってアニメ界の中ではこうメロンパンについてすごいアニメ感を感じるもんじゃないですか。それをこのアルゼンチンで食べれるってかなり嬉しいですよね。ミルクジャム、ドゥセレレチェコンチョコラテ、はい、あー、おいしい。さつまいも、うん、あんこ、はい、ありがとうございます。はい、ではたい焼きゲットしたので急いで空港に向かいます。でもちょっと待って、あの1個だけ焼きたてを食べたい。ではたい焼きこんな感じです。見た目はあの日本のと変わらないけど若干ちっちゃめかなって感じ。ではあんこいただきます。おいしい。中には粒あんが入ってます。うわー、日本の味だな。皆さんはたい焼き頭から食べますか、尻尾から食べますか。私は見ての通り頭からいただきます。尻尾のカリカリを最後に食べたいから頭から食べてるけど、アルゼンチンのたい焼きはこの周りが全部コリコリしてるから、なんかどこから食べてもいいなって今思いました。うわー、ちょっとゆっくり食べたいですけど、あ、早く空港に行かなきゃいけないんで今から向かいます。はい、では無事に空港についてチェックインも完了しました。搭乗時間まであと1時間以上あるので、ここでたい焼きを食べていこうと思います。いや、さすがに日本人の私でも空港でたい焼き食べるのは初めてです。 S って書いてるから次ストロベリーですね。ちょっと割ってみようかな。あ、すごいもちもち。あさつまいもの S だった。うわ、では改めましていただきます。すごい、あの安納芋系のめっちゃ甘くて濃厚なタイプのさつまいも。うまい。では続きまして、 D&Chチョコレートのやつだ。では、うわー、すーごい、チョコレートが溶けております。では、うわ、チョコ、もうザ・海外って感じ。いきなり濃厚こってり海外風の味付けになった。あの牛乳と一緒に食べたい。うん、もう今日たい焼き屋さんに行ったの火曜日のお昼ぐらいだったんですけど、ちょっとねお客さんもいたし、スタッフさんも3人ぐらいいて、結構ね繁盛してたんですよ。なので海外でたい焼き屋さんって結構流行るかもしれない。たい焼き屋さんだけじゃなくて、こうメロンパン屋さんとかたこ焼き屋さんとか、そういうのを南米でやっても流行りそうだなと思いました。では最後になっちゃいました、こちらのたい焼きいただきます。ダダン、ヌテラ。うわ、うまっ。いちご頼んだ気するけど頼んでなかったっけ。
やばい、全然食べれるわ。もう一回折り返してさつまいもあんこ食べたいですもん今。うん、南米も残すとか、あとブラジルだけになったんですが、もうブラジルの日本食はどんな感じなんでしょうね。ブラジルは意外と日系の方とかも多いと思うので、いやできたらなんかお好み焼きとかたこ焼きとか粉もんを食べたい。名残惜しい、この尻尾食べ終わったら全部食べちゃう。うん、はい、というわけでごちそうさまでした。アルゼンチンの日本食は美味しい焼き鳥と美味しいたい焼きがありました。南米の日本食だと結構お寿司とラーメンが多いところがほとんどだったんですが、アルゼンチンでは美味しい日本人オーナーさんの焼き鳥とたい焼きを食べることができて、とても幸せでございました。ということで今から搭乗ゲートに向かおうと思います。もしアルゼンチン行かれる方はぜひ私の行った焼き鳥屋さんとたい焼き屋さん行ってみてください。では動画このあたりで終わろうと思います。ハルデイリーは登録者10万人目指して頑張っておりますので、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回はブラジル行きの飛行機動画になりますので、またぜひ見に来てください。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。